ドイツのマルクス・レーム選手が男子シラーバトルの決勝で8メートル41でパラリンピック3連覇。ん ?8 メートル18ですよ、今回は。8メートル62の世界記録保持者だそうで、もはや健常者でもトップレベルの記録、この菅さを解説お願いします、まあ。義足で飛ぶから、義足が強いからじゃないのとか言われるんだけど、どんな義足強いの使ったって、他のパラアスリートたちが飛べてないんだから、正直。7メーターが目一杯ぐらいの ジャンパーが多い中、一人で8めた半ば飛んでるっていうことで、義足が強いから飛べてるっていう仮説は崩れますよね。だからその義足が確かにあの筋肉が弱い人よりは義足で踏み切った方が高いジャンプがすることが可能な機能はついてるんですけど、その機能を引き出すためには、本来持ってる元の体が強くなきゃ、あのスピードで助走できないし、 あのスピードで助走できるやっぱり強靭なボディだから本当健常者でも8メートル平気で超えてくるぐらいの体の強さを持ってるんでだからあの跳躍があの義足でできるわけですよとにかくあの失ったあの膝下を補う自分の体の強さに見合う義足を使ってしっかりとした技術で跳躍をしている本当のトップアスリートってことですよ 彼がだから義足があるから飛べるって言ってる人の多くは、彼の100メートルのタイムが11秒台なんですよ。11秒4とかなんですよ。だから、8メートル飛ぶ選手って大体10秒台の記録を持ってるっていうことが多くて、だからスピードが遅いのに飛べてるんだから、あれは義足のおかげだって言ってるんだけどそ、こそこが大間違いだね。あの義足の選手の100が遅いのは、スタートが遅いから遅いだけなんだよ。トップスピードに関しては、ぶっちゃけあのトップアスリートとさほど大差ない。 だけど、スタートでブロック使って、あの義足で最初筋力がない、こういう反発を使えないところで義足で何歩か、最初の何歩かを書かなきゃいけないから、そのスタートの区間でブンって離されちゃうわけ。その分のタイム差があるぐらいだから、後半スピードとかスピード時給に関しては、健常者よりも高いトップスピードを出したりする選手多いんで、だからスタートが遅いから100メーター遅いだけで、スタートが健常者と同じ足があったら、彼ら余裕で十分だ出すスピードを持ってますから、 だからみんな結構勘違いしてるね、その辺をね。彼は本当に素晴らしいアスリートだと思います。もう人間の肉体と科学の融合した、進化した姿じゃないかなと僕は思います。百獣の王国家系層のケイジョンチャンネル始まるよ